ムバラクブスファは、オランダ・アムステルダム出身のサッカー選手。モロッコ代表である。ポジションはミッドフィールダー。1996年にエール・ディビジの AFC、アヤックスの下部組織に入団し、2001年にイングランド・プレミアリーグのチェルシー FC に移籍するも、トップチームでプレーすることはなく、ベルギージュ・ピラーリーグのカーヘントで、プロデビューを果たした。2005から06シーズンには、 シーズン最優秀選手賞、最優秀若手選手賞、ベルギーエボニー・州など多くの個人タイトルを獲得し、2006年夏に RSC ・アンデル・レヒトに引き抜かれた。2011年3月7日、ロシアプレミアリーグに所属する FC ・テレク・グロズヌイへ移籍と発表されたが、ムバラク個人との契約において相違があり決裂。3月10日、 ロシアプレミアリーグに所属する FC アンジマ8からと契約した。2006年5月23日のアメリカ代表との親善試合でモロッコ代表に初招集されるも出番はなかった。9月2日のマラウィ代表との試合で初出場し、その試合で初得点を決めた。2011年2月10日のニジェールとの親善試合では自身初の2得点を記録した。 ありがとうございます。